バンコク正議員バンコク正議員は、バハイ教における最高管理機関であり、世界中の信者による5選によって選ばれた9人のメンバーがそれに当たる。任期は5年。イスラエルハイファッシのカルメルさんに所在する。バハオラは、ケターベアクダスによって、正議員の設立を規定し、その機能を定義した。その機関の責任も、バハオラの他の所管を含む、 様々な著述に詳細に記されている。それらでは、正義員の宗教に関する権威について仮定し、自分によってカバーされなかった問題を処理するであろう、と書いている。また、その機関のメンバーは、神の霊感を信頼し、すべての民族に敬意を持ち、名誉を守るであろうと述べている。その後に、アブドル・バハは、彼の意志と威訓の中で公正と選挙について、解説した。 彼は、バンコク正議員は、バハオラの保護のもとにあり、誤りから免れ、それに服従することが義務であると書いた。アブドル・バハは、各国地域の精神行政会や全国、精神行政会と最高機関としてのバンコク正議員を分けるために、最初にその名称を使用した。また、その機関の決定は、多数決か、満場一致が好ましく。 そのメンバーは全国精神行政会から選ばれるだろうと述べた。1五十一年に九つの全国精神行政会があり、将棋エフェンディは国際馬灰評議会のメンバーを任命し、これを国際的な正義員の灰と呼んだ。1五十七年の将棋エフェンディの不足の死の後、大行の抑制者と呼ばれる馬灰教の当時の指導者たちは宗教事務を干渉し、 10年の改革運動の終わりに1963年にバンコク正議員の選挙が行われるだろうと発表した。1961年、国際場配表議会は全国精神行政会の会員によって選挙された期間に変更した。1963年4月に最初のバンコク正議員が56の全国精神行政会によって選挙された。 選挙の日は1963年4月の10年改革運動の完成及びレズワンの庭においてのバハオラの公宣言の100年記念日と一致した。以来、万国政議員バハイ教の宗教の最高機関として活動している。世界中の聖人のバハイ教徒による複式投票及び無記名投票による三段階選挙による指名、選挙活動なしで選ばれ、 世界中すべての成人男性会員が当選資格を有している。期間は5年ごとに全国精神行政会、または地域精神行政会の会員によって選ばれる。全国精神行政会の会員は9人の成人男性のバハイ教徒に投票する。不在投票は郵送か代理人によって運ばれる。最高票を得た9人がバンコク正議員に選ばれる。女性は 非選挙権を有せず、アブドル・バハは、このことについての知恵は、今後明らかになるであろう。女性と男性は、精神性において等しいと述べた。このことについては、バハイ教徒、性平等を参照。最近の本選挙は2013年4月29日、157、各国の全国精神行政会から1000人を超える、バハイ教徒がハイファのバハイワールドセンターでの、 第11回国際バハイ会議に集まり行われた。ハイファで出席した人の他に400の不在投票があり、総計1500以上の投票があった。この選挙で1963年での最初の選挙から50周年記念を迎えた。さらに、バンコク正義員は人類の一般的福利に対するポジティブな影響を及ぼすようバハオラに教えられている。 世界の国家間の高級の平和を促進するために、民衆の訓練、国家の確立、個人の保護と、その名誉の保護を保障する。バハイ共同体 HP 番国政議員、A.B. スミス、ピーター、ユニバーサル・ハウス・オブ・ジャスティス、エーコンサイス・エンサイクロペディア・オブ・ザ・ボフォ、フェイス、オックスフォード、 ワンワールドパブリケーションズ、ピアニッシモ三百四十六三百五十 ISBN 一から八五一六八一八四一ボホ、インターナショナルコミュニティバハイズエレクトユニバーサルハウスオブジャスティスボホ、ワールドニュースサービスリリーブド2013年5月1日ボホインターナショナルコミュニティユニバーサルハウスオブジャスティスエレクテッドボホワールドニュースサービス リリーブド2013年4月30日公式サイトありがとうございます。